やっぱあのパーンって飛んだ方がいいよね。でもここでやるにはちょっと危ないね。はい、おめでとう。今日おめでとうで。ありがとう。はい、じゃあ乾杯しますベイビー。 This is what you came for. Lightning strikes every time. はい、乾杯。乾杯。キャベツの紹介朝したよ。はい、いただきます。いただきます。安定飽きないね。なんか他のさ味付けも考えたらいいかもね。うん、何かニンニク、ニンニクやったかバターじゃないかな。ちょっとやっぱ柔らかいっちゃ柔らかいかもしれないね。うん、うまい。いかがなものか。あ、あれや、うまい。あれね、やっぱさっき生で、生じゃねえや、何もつけ味をつけずに、味を何もつけずに食ったらさ、パッサパサでなんだこれだと思ったけど、若干あれだな、アクが残ったな今回。なことない。あと味何回も変えてるもん。うん、大満足。うん、肉もうまい。あ、ズッキーニ食べてよ。ズッキーニいらないか。夜チキンは初めて。いつも昼だもんね。最初はさ、だって夜ご飯初めてだもん。夜ご飯炊いたの。ああ、夜か。あ、ホタテご飯の時ある。あれ北海道。タケノコ丸かじり罰ゲーム。もうだって腹いっぱいなんだもん。一気に食べ過ぎちゃった、うん、一気に食べ過ぎたな。もうタバコでいいもんね。だって お酒すら飲まない。タバコと安定のワンカップ。でもまだ明るいから焚き火はしないんだ。もうちょっと経ったらしようかな。でも肉も残ったな今日は。全然食えねえな。食べるのこれから。はい、食べてください。今何度19度。20度切るとやっぱ寒いんだね。20度切ったんで焚き火です。焚き火です。焚き火あったかいと俺また T シャツに戻ったもん。予想以上にご飯が食えなかったからな。まだ肉あるんで食べたい人はぜひ来ていただければ。ラーメンもあるよ。あと芋もあるよ。芋、じゃがいももあるよ。まだ間に合う。ということで今年の目標は何？登山。登山。登山。
バックパックでテントと寝袋入れて登ってキャンプすると。高山病になっちゃう。高山病なんねえよ。高尾山、高尾山、高尾山、近場で、近場でまず一回トライ。水があるところがいいんだよな。水まで持ってくのは大変だと思うんだよな。山の上に水はないで、うん、しょっとくってことに。そう、しょっとくしかない。じゃあ少なくてもトイレがあって水があるところじゃないとやだな。山の上で、山の上だからトイレとかねえのかな。トイレはあるの。でもそうなったら俺椅子は持ってかないね。もう地べたに座る。そこまでこう軽量化した方がいいんじゃない。初めてはそれで、あの寝袋持ってこう。いやいや、寝袋買うよ。だからほんとちっちゃい寝袋買う。やってみたいんだよな、登山。登山して上で一泊して帰ってくる。高尾山でいいよ最初は。それかな。今年は北海道行けねえしな。夏休みが1回しかありません。俺は2回取ろうと思えば取れるけど。私だって取ろうと思う。やめる覚悟で取るしかねえんだろ。だってさ、2回あるって聞いてたんだもん。2回あるからさ、四国から、今年は四国かなって。ということで、今年のキャンプツアーはありません。お知らせありませんので。休みがないって言って残念なのって聞かれて、みんな働きたがるのって言う。私は休みだ。私は休みが欲しいんだ。四国へ来た。先週行ってきたよね。先週じゃない、今週行ってきたよ。四国まで羽田から1時間10分で飛びます。近いよね。すげえ近かった。バイクで10時間ぐらいかけて行ったところが飛行機で1時間10分で行けるとね、ショックでかい。え、もう着いた。北海道もそうだけどな。北海道もあんだけ走ってようやくここまで来たのにって思ったところに2時間でピュッて行くか。その過程も楽しいね。まあね、雨だったりするけど。見えますか皆さん。日本酒のお供は白よっちゃんいか。よっちゃんいか白、これがベストな組み合わせなんだ。ビールに合わない。ビールに合わないな。やっぱ日本酒にしか合わない。ビールにさ、イカって合わないかな。ビールにイカは合わねえや。コーラにイカは合うけど。コーラにイカは合う。コーラにイカは合う。なんかだって昔さ、よくさ、なんか茶菓子で出てたじゃん、あのサキイカとチョコとポテトチップス、その3点、黄金3点セット。おつまみ、おつまみっていうか、おつまみサキイカ、サキイカ、サキイカとポテトチップス、コンソメとあのなんかくるくるってなってるチョコレート、あのこうちっちゃいやつがこうサラミみたいになってるやつ。サラミ？じゃあちっちゃいチョコレートだ。ちっちゃいチョコレート四角い。ABC チョコみたいな。ABC チョコなのかな。アルファベットチョコ。違うよ、普通のあのなんかそれ。たまにナッツ入りがあるやつ。うん、あれが黄金三点セット。飲み会の。なビールとサキイカは合うと思う。ビールとヨッチャンイカは合わないけど、ヨッチャンイカと日本酒こんなに合うとは思わなかった。でも白じゃなくて、そう、もうなんか白の方がうまいな、やっぱ全然。あの普通のやつはさ、あの尻尾とか入ってんじゃんね。硬い、うん、白はさ、全部あのカットになってるから、
全部灰にするという目的を。なんで上にのっけるの？今日はちょっとあの一本ずつね、一本ずつ足してるんだよね。一本ずつ。そう、一本ずつ。開きました。開きました。開きました。もうないですよ。まだビールもある。日本酒飲んだのにまたビール。日本酒飲んでからビール飲むっていうのが微妙なの。じゃあもう飲まなくていいんじゃないの？あるものは飲んで帰ったもんね。なんかそのなんかもっともらしい正論です、ね、せっかく持ってきたものは全部飲んで帰った方がいい。それはちょっとよくわかんない理屈だね。すればいい、はい、今日の焚き火はこれだよ。丸い丸棒暗いなんかあれみたいな伸ばすこれ配信中うどん伸ばすそば打ち動画いよいよ来たよそば打ち動画すげえこれあの辺だよこんな真夜中にあの家の倉庫に眠ってた雪かきシャベルの取ってたよ取ってそう雪かきのこの間ちょっと丸のこでチャジン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 って切って焚き火になりました。先中のあのすくうところは割れちゃったんだよね。あれはあれでしょ、あれは燃えないゴミ出したでしょ。そうで、こっちは焚き火用のね、材料として再利用。今回全部それだもん。うちにあったゴミだもん、ゴミ。そうだな。押してしまえば。押してしまえばいい。よしと。でも結構よく燃えるから乾燥してるってこと。うん、相当よく燃える。うん。よくないもの。すごい横手側にはさ。真っ暗なので。ランタン上に持ってますけど裸から見たら超変な人急に出らっちゃってちょっとご飯を食べ過ぎてタコご飯を食べ過ぎて、うん、あんまり食べれませんでしたけど、うん、まあ寝ましょう。芋も食べずに締めのラーメンも食べずに今日は満腹になっちゃった。焚き火を楽しんだんで寝ましょう。そうだね、はい、まだおやすみなさい。This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.